絵を見てポケモン当てるやつ、ロックです。はい、キラです。赤です。はい、今回絵当てるやつっすか。はい、この前やったやん。はい、この前やったの覚えてますか。うん、タケルライコン大人気15万再生されてます、すでに。おお、すごい。すごいよね。アスランティーズの続編でございます。続編来ました。またいい絵が見れるってこと。いや、ただ前回はまあ完全に知らない絵師の方に描いていただいたんですけれども、はい、今回は実はちょっと難易度が下がってます、うん、ポケモンが詳しい方々に描いていただきました。おお、ちょっと分かっちゃうな。絶対分かっちゃうから、うん、いや、ただですね、今回は実際にそのポケモンの絵を見ずに1分の短い時間で描いていただいた。あ、なるほどね。そう来たわけね。絵は上手いの。絵はまあ見てからちょっと判断をしたいと思います。絶対壊滅的な人いるからね。僕からは言えないです。はい、まあそれぞれちょっと見て解いていただければと思います。はい。はい、でやっていきましょう。いや、はい。ではまず第1問。第1問。こちらです。簡単やん。いや、二択やでこれ。いやー。二択ある。じゃあ知らんポケモンやそれ。結構うまい。めっちゃうまいか。めっちゃうまい。柴田アナ。柴田アナね、草ポケモンですか。え、二択じゃない？ちょっと待って、もう一個の択が分かんない。俺はファーストインプレッションこっちやなって書いた。二択か。いや、俺もちょっと二択ない。いや、なんなら三択目がそんなにしてもおかしくないんやけど。どんだけやん。僕が書きましたよ。いやー、マジで。いや、でも一旦じゃあこれで提出するか。だって、これ自分で選んで書いたチョイスなんじゃないかと思うぐらい、柴田アナといえばみたいなやつだからさ。違うかもしれない。それがちょっと気になってるような。グレイが選んだポケモンがたまたま柴田アナの嫁ポケやったっていう、その偶然このありえるんかっていう。え、じゃあ絶対ちゃうやん。うるせえ。じゃあ発表しますか、はい、せーの、ドダイトス。わー、これ林神谷2択やな。ピッコータスじゃないの。ポータスはさすがに煙一箇所なんじゃない？違うか？確かにこれ、キーか。キーか。絶対林亀かドダイトスやん。でもそう、俺ドダイトスはキー一本なんだよね。で、なんか林亀はなんか草むらみたいのが2個こうやってついてる。まあ、騙されたマジで。でもそうやねんけど。そうだから一応俺もこの2択やった。いや、そう、2個の方をピックアップして林亀を書いてるか、キっていうところをピックアップしてドダイトス書いてるかの2択。うーん、キーやん、これどう考えても。カメやんだって。カメでもある、カメでもある。まあ、つか林亀もそうか、カメ、カメか、カメか。さすがにおもろいな。無理せずね。じゃないの。確かに一人だけさ、話噛み合ってないな。そういうことか、二択って。一瞬まんまやったら一人だけ初手で。それでは、正解発表いきます。はい、正解は。正解は、林亀。正解よ、ありがとう。うわー、マジかよ。ちゃんとね、じゃもう俺は、もう柴田彩奈のリスペクト度合い上がったわ。行くがちで。ちゃんと2個のところを重視してる。ただ絵が下手で、とりあえずモサモサしとけばいい説の土台と、てか、中間進化来るかー。いや、ありがとう。うわー、タク外した。タクとかじゃないかー。タク外した。もうタクないから、君。マジかー。じゃあ待って、待って、1問目からさ、ちゃんと中間進化に攻めた答えを書いてる俺見といて。いや、調子乗んなよ。いや、でもマジ2ポイント級の活躍ではあるなー。素晴らしい。いや、マジかー。ドナイトスはまあ、大きいの答えですよ。いや、置いた、マジで。ちょっと情けないわ。コータス選択肢入ってないの視野狭くね、みんな。コータス見えんかった。マジでコータスに見えない。今度いきます。はい、こちら。簡単やん。え、めっちゃ簡単やん。シャロン。いや、でもまあ、え、いや、でもね、俺もこれっていうのがある。多分、いや、これ一択じゃないですか。まあ、結構。いや、お前先外してる。これマジで合ってる自信ある。いや、マジで合ってる。いや、マジ特徴は捉えてるけど、ガチで下手。いや、結構うまいんちゃう、これ合ってる。うまいよ。え、これ違ったらシャロンさんしばきに行くわ。しばかれ感じる。しばきに行く。シャロンさんしばきに行くわ。いや、まあみんなかけたっぽいから正解発表しておきます。はい、え、でも多分こうやと思う。多分これ多分これ多分みんな合ってるか。じゃあ行きますよ、せーの、はい、ドーン。ズーバー。おお、じゃあ全員そうか。さすがになんかこの手から出てるのがなんかいい感じに、うん、まあ、タラコ唇もね。そう、唇もうまい。こういう
じやったよね、下からこう投げやりに下に放出されてるかなりツボ。これ1分で描いてんの結構頑張ってるくない。尻尾も特徴使われてると思うけど、方向分なんでは唇とかもうまい。唇なかったら結構きつい。肩もうまいしな。ダポッパラもちょっと頑張ってます。総合かなりうまい。いやこれ合ってるでしょ。じゃあ正解発表お願いします。はい、正解はルーバンです。うまい。これはうまいわ。じゃあこれはもう速攻でわかったわ。まあ、ポケモンが好きではありそう。確かにね、ちゃんと特徴捉えてますね、うん、これは。これはかなり捉えてる複数ポイント。ルーバン林がめっちゃ今んとこ攻める方がえぐいな。確かにそこなんや、ポケモンチョイスっていう。3問目はシャロンさんが2枚目を書いてくださってるんで、はい、絶対わかるやん。めっちゃエースシャロンさんです。じゃあ絶対わかるやん。こちらわかんねー。なにこれ、エグ。これ、あ、わかった、え、わかったわ。だってエグいガチで、これわからん。これガチで、これ結構合ってる気がする。ちょっと、なんか変なあのバイアスかかってき始めたかもしれん。マジわからん、なんかウルトラマンに出てきそうすぎてやばい。いや、わかるわかるわかる。え、これ何マジで。ちょっとバルタン星人感あるな、これ。え、こうじゃない。いや、けどなんか、いや、これならもうちょい違う感じするか。けどやばい、これ急に下手になるやん。急にバカ下手になるやん。いや、なんか違うかも。なんかもうちょい違う感じになる、ね。いや、あり得るとしたら、いや、俺的にあり得るとしたらあれなんだけど、もしあれだったら本当に許せない領域になってる。だって俺、マジ見当がつかへん、これ。やばすぎて。これ、どっちダメなんだろう。やばくな。いや、もう絶対外しました。終わりです。じゃあ発表いきましょうか。せーの、ドン。何を、大乳だった。最初思ったんやけど、若者も。俺は最初、なんかガブリアスかガバイとかなんで。あ、なるほど、ね。でも、多分、いや、多分シャロンさんは白が好きだから。ガブリアスはないよ。そう、ガブリアス好きだから爪は1本しか描かないはずなんですよね、うん、だから、まあ、じゃあ大ニューラか。そう、このさ、この頭に生えてるさ、このピョンピョンが。いや、マジだって、マニューラだってこうやで、こう。え、でもこういう耳が生えてるんですよ。確かにね。大ニューラもこういうのはだっけ。大ニューラなんかこうめっちゃ長いのが。なんか最初パッと見、まあ、手の形と頭が大乳だかなと思ったけど、大乳だったらもっとさ細く描くやん。だからあえての若者もなんじゃない。若者も合いすぎやな。いや、若者もありすぎるか。いや、でも若者もならさ、なんかくちばしみたいな描くか。まあさすがにね、笑顔やね、これ。確かにバカやばい、これほんまに。いや、まあ何が来ても許せないわ。セゴールですね。まあわかんない、何が来ても怒ります。セゴールこんなんやったらね、さすがに。何が来ても怒ります。正解はアーマルドです。あー、おー、いや、でもアーマルドだよ。まあそうやわ。いや、アーマルドや。確かにアーマルドや。いや、アーマルドじゃねえよ、手が。手がちゃうやん。あ、確かにアーマルドや。手が違う。このね、目、これ目っぽいもんな。いや、確かになんかこれ、いや、こんなポケモンおったっけかなったけど、確かにアーマルド。うわー、でもアーマルドは、アーマルド思いついてたら書いてたな。何でここに書くなよ、もう鼻かみかわからんやつ。アーマルドや。アーマルドや、ガチで。うわー、確かにちょっと納得感ある。いや、でも大乳ら思いついたら書いてたな、俺。いや、でも太すぎるもんな。いや、そうなんですよ。もうちょい細かったら大乳らやろってなったけど。いや、もうあかんわ、無理や。まあでも、マジでアーマルド、ね、このポケモンのあれだね、ガブリアスかじゃないよね。間違いない。すごい絶妙なラインから来るわ。そんなに見たことないポケモンなんやろな感はあった。シャロンさんが書けない時点で相当大事だわ。続いて第4問、はい、いきます。こちら、えぇ、ー、うまそう。あ、わかった。これ何、いや、俺も、あ、わかったわかったわかった。まあ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 、いや、まあ俺も一応見当はついた。え、みんな自信あるねんな。いや、うん、まあ、この足のふにゃふにゃ感が気になるな。自信ない。まあ自信はある。自信ない。まあ、まあ、書きました。いや、もう珍しく 10秒ぐらいで書いて俺らの発表いくか、うん、はい、せーの、ドン。エネコロロ。ああ、まあ全員一緒か。ワンチャンエイフィ。いや、この首のさ、そうね、わざわざ描いてるから、首周りがエネコロロなんかなと思ったんだけど、さすがに玉が首の、うん、さすがにエネコロロ全員一致してんの。おもろい。10秒以内。じゃあマシうまいじゃん、これ。エネコロロやったらうまいで、これ。確かに。
正解は、はい、エネコロロです。玉があるっていう特徴をちゃんと思い出してるのすごいな、うん、すごいすごい。俺らも玉だけで分かるの結構すごいけどね。確かに首につけてるからね、エネコロロかな。これはかなり首周りがなかったら分からんかった、うん、ニャルマって言ってたかもしれない。それでは、第5問、はい、いきます。5問こちら。うまくね。めっちゃうまい。めっちゃうまい。手順さんです。手順さん、うまいうまい。めっちゃうまいわ。ポケモンへの愛を感じるですね。これは愛だね。手順日本に来てたんか。最近俺チーム戦で。ああ、そっかそっかそっか。行ったから。じゃあ発表しますか。はい。せーの。オキドギ。オキドギ。いいね。グッドドッグ。さすがにこれ鎖がいい感じなしすぎか。鎖なかったら無理やけどな。ね、顔も悪いし。顔も悪い。うん。相当いろいろいい。やつ。やっぱ特徴取れるって大事だから。本当にね、なかなかええ下手やな、これ。精神。ただ愛でカバーされてる、これは。特徴が。愛なんだよな。愛やな、結局。正解は、いいねんです。さすがにね。さすがにね。意外とわかるな、うん。アーマルドだけマジで、グロすぎた。グロいな。次の問題。圧倒的に最高難易度です。最高難易度ちなみに圧倒的です。圧倒的じゃん。圧倒的。これ当てられたらもう多分30ポイントぐらいもらって大丈夫です。もうそれぐらいのレベル。そういうレベルね。そういうレベルです。人生大逆転するぞ。ガチ。じゃあいきます。最初問題大逆転お願いします。ドン。どっから何が生えてんねんこれ。クロップさんえぐいよこれは。これ何ちょっとだけなんか角みたいなの生えてるし、頭がこれ何生えてんのこれ。でも俺はファーストインプレッションこいつアーマルドよりこれかもっていうのがあるもん。あ、そう、俺もアーマルドよりかはあこれかなってなってる。うん、本当に。まあ気になるのはこれなんだよね。角、チョコ角、ボビースはえぐいわこれ。いやまあでもなんかおかしい。うん、やばいなこれマジで。なんか角生えてる。角なんか、いやこれ角重要だったらマジ悔しいな。なんか足3本のせいで重心どこかをちょっとわからんけど。え、4本あるやん。それ胸毛じゃない？さすが足あるこれ。いや俺もね、視点が変わった。それが足で4足歩行であるっていう話になった。え、うん、これ普通に4足歩行じゃないの。こういうこと。いやまあ遠近法よ、遠近法。前足、後ろ足。あ、後ろ足ね。あ、そう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 。そっち？え、絶対そうじゃないですか。なんか俺も前足後ろ足ぐらいだと思ってたけど。え、普通にこっち向いてて、こっちが前足。やっぱ遠近法じゃないですか。まあどっちでもありえる。えぐいよ、もう遠近法。この画力であればもうどっちでもありえるということになったけど、まだ足やったら、俺も最初胸毛やと思ってんけど。多分違うのな。で、これやな。これはこれだ。逆にこれでいくわ。はい。いきます。せーの、ドン。逆にやる着物キテルグマ。あ、最初キテルグマやと思ってんけど、着るからな。いや、そう、キテルグマはさすがに立ってるっていう認識になると思ってて、四足歩行の、まあ耳がクマじゃないですか。僕が自慢なんですけど、え、なんか耳がキテルグマってカチューシャみたいな。あ、そう、いや、一番最初キテルグマやと思った。だから、まあちょっとこの継ぎはぎ感を頑張って演出してるのかなっていう。これ勝たせるよ、キテルグマは。さすがに、さすがにこれ横4足歩行ではある。4足のクマ やと思うよな。いやもうそんな画力じゃない。だって胸毛か後ろしかもならないって言ってるから。俺はここで全力を出し切ってると思ってる。クマっぽさはあるからな、マジで。いやこれやる気者っすね。では正解発表いきます。はい、やる気者。正解はニドラメス。こわっ。あ、角が結構重要やったね。じゃあこわっ。あ、確かに耳に時々あるか。あ、全然違う。全然違う。この絵からさ、このちっこいボケも連想できるね。全然違う。クマじゃなかった。まあ、いやまあここね、耳ね、耳ね、耳と角ね。全然違う。意外とヒントが散りばめられてた。全然違う。余裕すぎ。にアーマルド超え。さすがにアーマルド超えた。むずっ。さすがに超えた。むずいの領域超えてんなこれ。超えた。えぐいこれ。
ゃあ最後は僕たち3人も、まあ、今日集まってから書いたんで、うん、そっちをまず当てるってやつにしますか。競馬が自信なさそうやったからまずじゃあ、いや自信しかないですよ。自信しかない。まあ、アルカナビエラ、キヌガワの順に発表していきますか。はい、まずアルカナナビ見ていきましょう。これね、うまいから20秒で終わっちゃったんですよ。20秒ね、はい、いきます。はい、こちら。え、うわ、うまっ。うまいわ。え、待って、けど、2文字目がわからへん。え、このポケモン書けるのはすごいわ。これすごいわ。え、うますぎる。うますぎね。はい、余裕です。書きました。はい、いやでもポケモン名が合ってるから分からん。それやめて、それやめて。マジで2文字目が怪しいです。それやめて、俺もいないから。はい、いきますか。せーの、コロボー。コロボーシ。コルーとか、なんかルーとかローとか。さすがにコロボーシ。正解をお願いします。正解はコロボーシです。はい、まあ、ちゃんと分かる。すごいわ、コロボーシ。これうまいわ。これ正直書けないかなと思って出したんですけど、しっかり特徴捉えて出てきたの。しかもなんか30秒ぐらいで書き終わってなかった。秒で書き終わった。めちゃめちゃ早かった。はい、じゃあ次私が書いた問題。ビエラさん。はい。いきます。こちら。ああ、分かった。ああ、まあ分かるけど一瞬怖かった今。俺もうちょっと時間使えばよかったかな。いや、35秒か書かれてますから。これ以上書いてもなっていう、はい、まあまあいきます、はい、せーの、打撃。打撃、ワンチャン打撃があるけど、まあけどもなんかこの細さは打撃っぽいけどね。そうね、うん、はい、正解お願いします。正解は打撃です。打撃、まあ、みんなまあまあうまいな。まあまあ、いや最後キムガさんの自信作、さすがにやっぱ普段のやり込みが出てますよね。ここまでで、さすがにね、ポケモンやり続けてきてますからね。意外なくね、だって世代ですからね。まあやってればこれぐらいはいけそう。うん、本日最終問題になるんで、まあ衣川さんのやつなんで、はい、これ30ポイントです。え、やった、30ポイントきた。これ30ポイントです。よし、こちら。こわこわ、鳥人間来た。この目の非対称さは何。これはバケモン、これガチの。なんかさ、口からのくちばしもあんの怖いんやけど。怖すぎこれ。はあ、僕これ超えてない。でも俺これあるわ。ファーストインプレッションありますか。はい、めっちゃうまく描けた。いや、うまく描けたヒントすぎる。いや今のちょっとなしで。そう。まあまあまあっすね。怖っ。いや俺30ポイントもらったわ。なんでこんな目いかれてんの。これ目のいかれって意味ありますか。目のいかれはもう10秒経過時点で書くもんなくなって、なんか50秒暇すぎて、なんか付け加えるかと思って付け加えた部分ですね。鼻もあんの俺。色すぎる。体の部位が1個多いのよ。なんか怖い。ピカソがなんか名作ですみたいな雰囲気出ちゃってるもんこれ。正解お願いします。せーの、バシャン。いや、バルシーナ。このね、鳥っぽそい、鳥っぽい、うん、で人型、人型。あ、いやでも理にかなってるな。俺この目の悪さからちょっと悪タイプをね、悪しいなかなと。いや、ワンチャンね、まあ、エンペルトもあるかなって。これじゃ一応正解があるかどうか君側に聞いておくわ。発表します。はこの中に正解はいません。うわー、マジかよ。じゃあエンペルト、発表しよっと。近くもありません皆さん。あ、分かった。あ、分かった。近くもないの。こっからさ、早押ししよう。早押し？近くもないです。ヒント出させていただくと、ここまで出たポケモン、タイプが1ミリも被ってないです。飛行じゃないってこと。タイプ被ってるやつ1匹もいませんでした。近くすらない。ノクタス。違います。だって、悪、飛行、格闘、炎違うわけよ。いや、まあ僕的なヒントとしては、どこ一番自信が、まあ、一番自信あるのは足っすね。この足のこの辺、下半身だけ自信ある。左右対称なのに自信あるんだよ。やばすぎるだろ。だってこの絵を描いてくださいって言われて、一番最初に描き始めたのがこの下半身やから。下半身から描いたの。ここ自信ありっすね。エースバン。違います。じゃあ炎だこいつ。グレー的にヒントは一番近いなって。ヒントになりそうな部分はないです。え、分かった。
や、ヒントは、いや、ここはないの、ここは。ヒントは、ちょっと書きますね、ここ、書いちゃいますね。ここの部分の捉え方を変えたら、いきます。ここの部分の捉え方。くちばしじゃないんか。くちばしじゃない、ここのは。アブソル。なるほど。いや、でも悪が被ってる。あ、けど、近づいた気がする。捉え方的には。切るから、ヒント。うん。強い。あ、まあ強いですね。強いらしい。じゃあもっとちゃんとかけてほしい。強いな。今絵の修正を加えてみてるけど。もう一作品入りましたって。いや、冷静に記憶をたどって。分かった。え、マジで。え、これマジ当たるわ。絶対当たる。マジ当たる。あの、イルカマン。全く違います。そうでしょ。違うんだって、口は別にあるから。いや、イルカマンのこのイルカの部分とはこのヒレだと。いや、ここが絶対何かあるわけよ。人型のヒレだって。イルカマンだよ。いやいやいや、そういう問題じゃない。人型ですらないから多分別に。いや、別にイルカマンだったら足ないし、自信があったってことやね。違う、まあ、ここからバリアード不正解です。ちょっとあまりにも無理そうなんで、まあヒント追加で出すと、来たわ。もうこっから上はもうかすってもいないです。いや、ヒントです。怖。ヒントこちらです。え、これだいぶ近づいたくない？これはだいぶ近づきましたね。ボーマンだ。ボーマンだ。これだいぶ近づいたやろ。え、ボーマンだね。ボーマンだではないです。ボーマンだではない。え、だいぶ近づいたぞ。あの横のやつめっちゃボーマンだじゃん。あの横のやつがこれになった。エグい変わってるよ。ちょっと角度も何もかも変わってるよ。モノス正解。ジェットでめっちゃ刺さんだろ。正解。え、正解正解。あ、正解。びっくりした。刺さんだろ。チュアスティールすんのもろくやった。念のためね。え、これで分からんのセンスなくね。ルナーラ。ルナーラなんだよ。クレセリア。うわ、全部不正解。ダークライ。正解。カスってすらいないんやけど。君たちセンスないっすよ。これ羽ですか？これ羽ですか？はい。どう考えても羽やん、これ。いや、だって悪飛行じゃないから相当よ。ね、どう考えても羽でしかない。悪でも飛行でもない。フライド。正解。だいぶ近づいた。ラティオス、ラティオス。正解。ラティアス。正解。正解正解正解ラティオス。いや、ラティアスとラティアスはもうちょいちゃんと横型にするよ。縦型じゃないよ。いや、もう無理よ。これから行こうって、お前何言ってんの。なんでそんな主張できんの。怖いわ、普通に。え、違うか、絶対違うけど、ジラッチ。どこがやねん。どこがやねん。いや、分かった。いや、まあ、違うわ。キラ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 。いや、違うね。ちょ、正解見るわ。一番、現状一番ヒントなんは、こうじゃないのに羽があるなよ。そうね、そうね。いや、そうです。そこなんや。冬装として気がついた。だから、え、もう一緒やけどな。一緒。これ難問すぎやろ。これの動画になってるもん。え、じゃあヒントを加えます。ヒント加えます。相当やべえよ、これ。あ、いい感じ。え、あ、はい、ヒント加えました。なんか、寒いタヌキいった。タヌキになっちゃった。おたちおたちえ、これよ。え、これで分からんなんてこと。いや、分かった。ガチ分かった、ガチ分かった。絶対絶対当たる、絶対当たる、絶対当たる、絶対当たった。タイプなんすか。え、電気ドラゴン。やばい、合ってそう。マジ絶対当たるね、これ正解。これひどいわ、これ。ゼクロム、これひどすぎる、これマジで。でもさ、何がいくんですか。ここ注目してくださいですか。注目。これやばいな。いや、ちゃうねこれゼクロム。いや、俺の記憶やと、なんかくちばしみたいなのがあったという記憶あってんけど、これ頭から生えてる物体やって。見て描いたならもうちょっと尖っての形じゃなくて、ちょっと尖らせる。いや、見て描いたけど、まあ、こっちの 絵に合わせんとあかんかなって思って。まあまあまあ、いや、でも尻尾、あの、確かに言うなれば角は確かにゼクロム味が、うん、言うなれば、いや、くちばしやと思ってたんが、記憶やとくちばしやったんやけど角やった。これやばいよ。これ
最初これでゼクロも俺なら答えさせられるようにしたこれはもう無理ですえ、でもけどさ、足一緒やん、足一緒やん、まあ、確かに足の太さはちょっと似てるかもしれない。足一緒で、まあ、俺手があるの知らんかったね、ゼクロに。翼しかないと思ってたから翼描いて、でそれルシロもやん。で、この出っ張りが俺はくちばしやと思ってないけど、実はデコか、あの頭頂部から生えてる謎の物体やって、ここはちょっと見せた。ちょっとじゃないちょっとではないよ、もうここはちょっと見せたんやけどまあ、なんか尻尾かくべきやったな。いやでもこれ多分ね、画面の向こうの視聴者もリアルタイムで盛り上がってたと思う。わけわからなすぎてこれの動画になっちゃった、普通に。え、これわからんなんてことあります？いや、まあまあまあ、大概よいやだって普通にヒントないもん、その。じゃあ、じゃあ書いてよ、じゃあ今自分で書いてよ。いや、デクロも見ちゃったもん、見ちゃったもんね。じゃあ、レシラも書いてよ、じゃあレシラも書きます。レシラも書いてよ、レシラ。うまっ、羽うまっ、あとあー、うまい。うまいわけど、うまい、うまい、うまい。レシラムは、え、けどさ、手と羽が一緒ないの。え、こうやって並べてみたらさ、結構ゼクロンに見えへん。壁画的なね。うまっ、うまっ、うまい。確かにレシラムこのなんかゆらゆら感、ゆらゆら感すごいわ。うまい、ゆらゆらしてる。しかもここの謎の毛ね、チンゲ描かない、やっぱそれが一番特徴やねんから。ここか、これでしょ。まあまあ、これはちょっと反省しますわ、もうちょい。さすがにね、尻尾描くべきやったなって反省しました。理論値出たわ、これほんまに。まあ、ということで今回の動画はマジで鬼怒川の動画になりました。でも最後30分と思ってたから出屋さんにガチで30ポイントで優勝しました、イエーイ。アルカのチャンネルも登録してあげてください。どうもね、絵のシリーズ結構俺らもやってておもろいから多分続くと思うんですけど、まあ、高評価とかコメント多ければ多いほどね、まあ、こすりやすいんでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。